こんにちは。今日はですね、シュプリーム2023フォルウィンターウィーク3ですね。こちらドロップリスト出たんで、どんなね、ラインナップかっていうのをね、今日は見ていきたいなと思います。じゃ早速ですね、レギュラーアイテムの方から見ていきたいなと思います。まずジャケットですね。フレイドウールフーデッドワークジャケット。こちらが黒、赤、黄色、3色展開になってます。まあ、チェックのなんか、ウールのフォアのジャケットなのかなといった感じになるんですけれども、ここなんか、ごつい生地感ですよね。なんか思ったより重たそうな感じなんですけれども、なんかシュプリームのね、こういったチェックのジャケット、僕はあんまり、まあ、着ないというか、あんまり好みじゃないので、あんまね、買う気とかっていうのは全然ないんですけれども、まあまあ好きな人は好きなのかなって感じですね。毎回出てるんで、なんか黄色の色味すごい可愛いっすよね、なんとなく。で次がですね、ピンズキルテッドワークベストになります。これだけ見るとなんかディッキーズコラボとかね、ゴンズとのコラボみたいな感じに見えるんですけれども、まあなんか普通のよくあるベストにピンズがめちゃくちゃくっついてるなーって感じです。なんかピンズ欲しい人とかだったらなんか外して使うと数いっぱい一気にゲットできるんですかね。外せないんですかね、これ。縫い付けられてんのかな、どうなんだろう。で次はパッチワークケーブルニットカーディガンですね。可愛いいっすよね。なんかシュプリームじゃなくてもいいじゃんって言われちゃったらそれだけな気もしますけれども、なんかどっちのカラーも可愛いかなって感じがします。普通に着るんだったらなんかこの白グレーの方が色味合わせやすいのかなって気はするんですが、なんかパッと見た時にこのなんかピンク、緑、黒、黄色みたいな、このちょっとなんかなんだろう、ちょっとなんかレトロな感じの色合いのがすごいね、目につくというところ、目に入ってきますよね。なんか服単体として見たら可愛いなと思うんですけれども、買うとしたらこっちの色になると思うんですけれども、すごい可愛いなとは思います。で次がですね、まあ、よくあるスモールボックスのシャツですね。と黒、白、紺、ネイビーか、デニム、ベージュ、レッドの、6色展開になります。まあ、これはもう説明する必要はないかなといった感じです。で次も定番品ですね。 S ロゴのジップアップフーデッドスウェットシャツ、こちらがですね、ブラック、レッド、グレー、ピンク、グリーン、ネイビー、じゃあ6色展開になります。この辺もね、もう説明することないような、もう定番的なアイテムなのかなといった感じです。まあ S のロゴにフードのここにシュプリームって書いてるよといった感じです。まあ合わせやすいんで、持ってない人が買うんだったら全然損はないアイテムかなと思います。で次がシュプリームとミッチェル&ネスのウールベースボールジャージーですね。シュプリームとミッチェル&ネスもよくなんか毎年毎シーズンっていうのかな、出てきてるようなイメージするんですが、アラビア文字みたいのがついてるような感じになりますね。僕が高校生ぐらいの時だったら多分超欲しいってなったと思います。こういうベースボールアイテムというか、このスポーツアイテムっていうんですかね、ゲームシャツみたいなのはすごいね、若い頃はねすごいいいなと。てか若くないと似合わないっすよね。年取ってくるとなかなかこういうの着ちゃうとおじさん無理してる感出ちゃうんで、あんま着なくなりましたが、この辺のすごいスポーツのアイテムはでも個人的には可愛いなと思います。あとは文字がね、ちょっと書体が違えばっていうところは個人的な感想かなといった感じになります。次はこちらクラシックロゴのショートスリーブトップです。もうめちゃめちゃシンプルなシュプリームって書いてニューヨークって書いて、よく毎年出てそうなロゴですよね。もうちょっとなんかバランスちっちゃいようなイメージありますけど、これがですね、ブラウンとブラック、蛍光グリーンみたいな色と、ネイビー、ホワイト、グレーですね。じゃあ6色展開になってます。これがちょっと僕、今週のウィーク3だと気になってる商品かなといった感じになります。まあ毎年出るんであれなんですけれども、結局こういうシンプルなアイテムを好んでよく着てしまいます。できればこのロゴが色がなんか白とかの方がいいんですよね。本当はホワイトいいなと思ったんですけど、白で黒字とかだったらよかったんですけど、これ赤なんでそれはちょっとなーといった感じなんで、このブラックか蛍光緑、この2つどっちかって感じですよね。いやこれ普通にすごいいいなと思いました。で次はハイデンシティスモールボックスショートスリーブトップになります。こちら黒、ブルー、ベージュ、パープル、ホワイト、これなんだ、ピンクになるのかな、なんか薄いピンクみたいになってるんですけれども、こちらの6色展開になってます。なんかなんだろう、どういう感じになってるんだろう、これポコってなんか浮いてるようなエンボス加工みたいになってるんですかね。まあ、ちょっとわかんないんですけれども、まあまあシンプルなスモールボックスのロゴになってます。で次が、カーゴパンツですね。コットン素材の、でポケットが 1,2,3,4,5,6,7,8 8個ついたパンツになります。なんかあの具物のパンツでこういうのもありますよね。このなんか大きいのとちっちゃいのついてる、まあ、それをイメージして作ってると思うんですけれども、これが迷彩とブラック、オリーブ、ネイビー、イエローの5色展開になってます。まあなんかこれもよくありそうなパンツの形なんで、太めのサイズ感でこのパンツ買っておくと結構なんか簡単にスケータースタイルみたいにはなるのかなといった感じになります。おそらくオリーブのパンツ
買うのがね、一番万能なのかな、感じがするんですけれども。あとその、多分好みが多分このポケットの数だと思うんですよね。僕は結構ここだけでいいかなって、ここの下のポケットいらないなと思うんで、その辺の好みがちょっと分かれてくるかなと思います。あとはその、これカモもあるんですけれども、カモの柄もちょっとね、好き嫌い出るのかなと思います。で、次がヘブライニューエラって書いてますね。ヘブライ語が書いてる、なんかこのアラビア文字みたいなやつだと思うんですけれども、それが、刺繍されたニューエラになります。で、次がグロスリップストップキャンプキャップ。まあ、こちらもよくあるキャップの、なんだろう、これ、テカテカ素材になってるのかな。まあ、光沢のあるリップストップ素材使ってるよといった感じになってます。で、次が、もうこれも定番ですね。ニューエラの S ロゴの B2 になります。これはやっぱ使い勝手いいと思うんで、本当一シーズンに一つずつ買っていろんなカラー合わせてもね、いいのかなと思うんですが、僕まだ持ってないんですよね。パッと見なんかこの赤とかいつもね、めちゃめちゃ可愛いなと思うんですけれども、全然もう、あればあるだけこの辺は使えるのかなと思います。で、次がピンズクラッシャー。まあ、クラッシャーハットにピンズめちゃくちゃついてるよといった感じになるんで、これはなんかピンズ欲しい人いいんじゃないかなって感じがします。値段がその分、ピンズの分どれだけ取られるのかっていうのは気になるんですけれども、いるかいらないかって言ったら僕はいらないですけど、まあ、ピンズ欲しい人はいいんじゃないかなと思います。で、次が、シュプリームカーゴコンテナエレクトリックファン。高さがね30センチぐらいの小型の扇風機らしいんですが、まあ、部屋に置いといたら可愛いのかなといった感じはします。お金に余裕があればっていうところなのかと思います。シュプリームの小物でもなんか家にあると可愛いですよね、目立つんで。ただちょっとね、あの扇風機ってところで優先順位変わってくるかなといった感じにはなるんですが、まあまああれば可愛いと思います。以上がね、レギュラーアイテムになるんですが、今週のコラボはですね、MF ドゥのコラボになります。まあラッパーですね、コラボになるんで、そちらをちょっと見ていきたいなと思います。はい、じゃあ早速ね、見ていくんですが、MF ドゥームコラボはですね、フーディーと T シャツと、ニット帽になります。で、このコラボね、結構ヒップホップ好きな人だったらね、欲しいなーって思う方も多いのかなと思うんですが、今回のね、このコラボの MF ドゥームなんですけれども、仮面が特徴的な、ラッパーかなーと思います。もうちょっとね、亡くなってしまってるんですが、僕も CD 持ってたんですけれども、オペレーションドゥームスデイズっていうアルバムがすごいかっこよくてですね、まあ、当時よく聴いてたりもして、あとマットリブと一緒にやってたやつとかも、結構聴いてたんですけれども、僕ね、個人的にはすごい好みですし、ほんとスケボーのビデオとかにもね、合うような、音楽だと思うので、そういったところでちょっとね、僕はちょっと馴染みが深いというか、まあ、聞いたことあるよってとこだったんですけれども、そのラッパーとのコラボの、フーディーと T シャツとニット帽になってます。で、過去にも多分、過去っていうかね、結構シュプリームラッパーとのコラボとかあって、まあ、ナズと DMX とか、あと、ノトリアス BIG とか、あと、ゴーストフェイスキラーとか、多分いろいろ、ちょっとあと他抜けてたりするところもあると思うんですけども、結構してると思うんですけれども、そういったところのね、T シャツとかのアイテムは僕はね、非常に結構好みなので、毎回何か欲しいなぁとは思ってるんですが、で、今回ちょっとね、ウィーク3気になる商品がさっきの T シャツと、こちらの T シャツ、この2点かなといった感じになります。まあもうほんとこの T シャツのプリントも MF ドゥームの被ってる仮面みたいのと背中にバックプリントみたいのが書いてあって、まあニットも可愛いんですが、ちょっと今の僕にはね、可愛すぎるなっていう感じもするので、まあフーディもね、かっこいい。まあフーディの方が可愛いのかな、雰囲気。背中のプリントの感じとかっていうところを含めると、なんか着てるルックとか見たらね、可愛いと思うので、今回はさっきのシンプルな T シャツと、この MF ドゥームコラボの T シャツとフーディーが結構、ウィーク3は僕がちょっと気になっている商品かなといった感じになります。あとはちょっとヒップホップとかね、聞いてたり好きじゃない人はちょっとあまり温度感高くはないのかなって気はするんですが、僕個人としては非常にね、面白いコラボだなと思います。結構ね、買わないと後からこういうアーティストもの欲しくなったりするんですよ。で、ゴーストフェイスキラーの、とのコラボの時に出た、まあ、T シャツとかニット帽とかも今思えば欲しかったなと思いますし、買わなかったんですよね。で、結構なんか後から欲しくなったりするんで、買っといた方がね、いいのかなとか思いつつ、ちょっと今考えているような感じになるんですけれども、非常になんか今回ね、ちょっと興味のあるというか面白いコラボだなと思いました。なんでちょっと週末まで、考えてどうするかっていうところをね、
まあ、楽しみにしながらですね、ワクワクしながらちょっと悩みたいなと思います。久しぶりに今回全部紹介してみたんですけど、どうでしょうか。気になるものだけピックアップした方がいいのか、全部紹介した方がいいのかってわかんないんですけども、ちょっと今回ね少なめだったんで全部紹介してみました。というところで、あんまりね今回多分ウィーク3温度感高くなさそうなんですが、こんな感じでドロップリストを紹介させていただきました。ちょっと自分はですね T シャツの方をどういうまでどうするか悩んで考えていきたいなと思います。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。